ターミネーター2、サンディは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのニューヨークエリアにある、ターミネーター2と、ターミネーター3の中間のストーリーで展開される、超アトラクションである。かつては、ユニバーサル・スタジオ・フローリダとユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでも、T2、3D、バトル・アクロスタイムという名前で運営されていた。1996年4月27日に、ハリウッドエリアにオープンし、 2017年10月8日にクローズした。後継のアトラクションとしてザボーンスタンタキャラーが2020年6月30日にオープンした。1999年5月6日にアッパーロットにオープンし、2012年12月31日にクローズした。後継のアトラクションとしてミニオンハチャメチャライドが2014年4月12日にオープンした。 2001年3月31日、パーク開園と同時にニューヨークエリアにオープンした。ユニバーサル・スタジオ・フロリダの同アトラクションがクローズしたことにより世界で唯一のアトラクションとなった。2020年9月14日より当面の間休止している。サイバーダインシステム社が企画したビジターセンターツアーにてツアー参加者は極秘プレゼンテーションに参加する。 国費プレゼンテーション前のプレショーでは、サイバーダイン社のメディアコントロール主任ディレクターである、綾野孝二玲香内氏は、キンバリーダンキンがツアー参加者を出迎える。ツアー参加者を独絶で依頼った後、サイバーダインシステム社の理念を理解してもらいたいという、趣旨のサイバーダイン社の技術的貢献に関する、プロモーションビデオを鑑賞する。途中画面にノイズが走り、 サラ・コナーとジョン・コナーが登場。サイバーダイン社の機械兵器により人類が滅亡することを警告し、陰謀を破壊するためにゲストに速やかな避難するように忠告する。しかしビデオが終了すると、綾野孝治麗華はゲストに警告を無視し、メインホールへ進むように伝える。プレショールームゲストは綾野孝治麗華によってメインホールへ案内され、サイバーダインの新兵器である。 t-70 通称ターミネーターのデモンストレーションを鑑賞。さらに優れた新兵器スカイネットのデモンストレーション及び最終プレゼンテーションに移ろうとしたその時、サラとジョンがホールの天井から登場。ツアー参加者にサラがもう一度警告しホールから逃げるように指示する。そして綾野工事霊下に t-70 を止めるように命令し発砲。 発砲した場所から T-1000 が出現し、サラがジョンに隠れているようにと命令する。T-1000 がア、アノコージレイカを殺し、T-70 を使って、ジョンを殺そうとすると、スクリーン中央にタイムホールが出現。バイクに乗った T-800 が出現する。そして、ジョンをバイクに乗せ、タイムホールに入って未来に行き T-1000 から逃げる。 未来へと逃走した二人だが、喜びもつかの間、T-1000 がなお追いかけてくる。逃げ切ることに成功するが、スカイネットの偵察機に見つかってしまい、ミニハンターや他のターミネーターに襲われながらも戦い、スカイネットへの侵入に成功する。スカイネットの中心である CPU を破壊しようと、試みるが、スカイネットの警備システムである T-0B に襲われる。 液体窒素を見つけ T-800 が打ち、T、T-0B 凍ったところを再度打って、粉々にするが、熱で元通りになってしまう。その間にジョンは、タイムホールで過去に戻り、T、T-800 が犠牲となって爆発し、スカイネットと T-0B を破壊した。最終的にジョンは、皿の元に戻るが、人間と機械の戦いはまだ続いているという。 息子の命を救ってもらったサラは T-800 に感謝するのであった。1990年代初頭、ユニバーサルパークスリゾーツの会長兼 CEO であるジェイスタインはエンターテインメント施設のデザイン会社であるランドマークエンターテインメントのゲイリー・ゴダードと彼のチームにターミネーターシリーズに基づいたスタントショーの開発を依頼。ゴダードは ユニバーサルクリエイティブに許可を求め、コンセプトを 3D 映像と実写をスタントを用いたプレゼンテーション形式にすることとした。1年半後、ユニバーサルクリエイティブとランドマークエンターテインメントは、ターミネーターシリーズの監督であるジェームズ・キャメロンの会社であるライトストームエンターテインメントに最終承認を求めた。キャメロンはユニバーサルが ターミネーターシリーズに基づいたアトラクションの開発することに反対していたためだ。しかし、ストーリーボードとコンセプトをキャメロンに提示すると絶賛したため許可が下り、プロジェクトが進行することとなった。キャメロンの監督下で再始動することとなったプロジェクトは、キャメロンの公式作品という位置づけに昇格された。そのため、制作構想中であった、ターミネーターさんと現存する。 ターミネーター2の中間のストーリーを用いることとなった。最終的に2019年にターミネーターニューフェイトで復帰するまでジェームズ・キャメロンが監督を務めた最後のターミネーターシリーズとなっていた。サンフェルナンド・バレーにあるバンライズ空港の飛行企画の行いにアトラクションの実物を打ち模型を建設した。スクリーンには 3D 映像を投影する7メートル15.2メートルのシルバースクリーンを3面用いた。プロジェクターには70ミリメートルフィルムを合計6台のアイワークス製のものを使用した。アトラクション内で使用されている一部の特殊効果、アトラクション終盤のシートドロップ効果、実写と映像のブレンド、3面シルバースクリーン、攻撃兵器などはユニバーサルが特許を取得している。 元は、ユニバーサル・スタジオ・フロリダのために開発されていたが、途中ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドへの設置も、決定された。前日の通り、フロリダおよびハリウッドでのクローズにより、ジャパンにのみ現存する。アトラクションの映像は、カリフォルニアのデザートセンターの北にある放棄された、イーグル鉱山にて撮影された。アーノルド・シュワル・ツェネッガー、エドワード・ファーロング、リンダ・ハミルトン、 ロバート・パトリックをはじめとする、ターミネータシリーズのキャスト、スタッフが、再び集結して撮影が行われた。また、ターミネータシリーズの過去2作品の続編として、新たなキャラクターが2体追加された。一つ目は、スカイネットの警備システム T-100 万。雲のような形状をしており、スカイネットの CPU を攻撃から守る。液体金属の体の特性を生かし、足を尖らせ。 武器へと変えることができる。二つ目は T-70。1990年代後半にサイバーダインシステム社が生み出した独立歩行型ユニットであり、アーノルド・シュワルツェネッカー演じる T-800 の前身となる。高さ2.4メートルで動き右腕にマシンガンを装備している。一回の充電につき2キロメートル走行可能で、銃の命中率は80%。 アトラクション内では最新兵器としてデモンストレーションとして使用される。アトラクション体験時間は約12分だが映像部分の制作費のみで2400万ドルの費用がかかり、1分あたりの費用が世界で最も高い映画の一つとなった。総工費は6000万ドルとなった。ありがとうございます。